こんにちは、夏です。今日は、セリアさんで見つけたこの可愛いフレームを使ってポインセチアのレリーフを作りたいと思います。用意するものは1年間使った中で余った赤い端切れをいっぱい用意しました。これを使って、剣つまみのアレンジ、皮脂つまみをたくさん作っていきます。余った端切れ、ほぼ全部で皮脂つまみを作りました。まず剣つまみをこうやって作って、背中のところはしっかり折って、ここの両脇を背中のところに合わせます。まっすぐ合わせたら、はい、底辺のところまで持っていって、こんな感じ。下をしっかりボンドで留めておきます。はい、こうやってたくさん作っておきます。たくさんできたものがこちら。まずは大きいもの、メインになる場所をつけていきたいと思います。台紙に貼り付けるのではなくて、つまみ同士をどんどん貼っていきます。ボンドをつけて、あとはこれを好きなところに好きなように貼るだけです。という貼り方でもいいです。特にこういう風に貼らなきゃいけないっていうのはないので、こうやってポインセチアの形を作っていってもいいですし、まあ別に形にとらわれず、ただ赤いのをペタペタ貼るだけでもいいです。ポインセチアの鉢って上から見ると結構ランダムで、好きなようにね、自由度高く葉っぱ伸びてきてますから、そんな感じで思うように好きなところにつけていってください。向きとかもね、円を描くようにする必要はありません。横から反対向きに葉っぱを貼ってってもいいです。この面に必ずしも向いてる必要はないので、こんな風に反対から向いてる葉っぱがあってもいいと思います。ポインセチアの鉢の中って一本のポインセチアだけしかないわけじゃなくて、たくさんの葉っぱが赤くなってますから、いろんな方向からいろんな葉っぱが出てますよね。そんな感じで好きなように貼ってってください。今年使った赤い生地大集合なので、残ってかわいそうな状態にならないように全部貼っちゃいましょう。今年の集大成です。表にするか裏にするか、好きなように好きなところにペタ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 貼っていくだけです。はい、全部貼りました。こんな感じでちょっとひっつまった状態になっちゃいましたけど、今手元に持っているのは化粧用のコットンです。これ薄く剥がして、薄く剥がしていって、このこんな感じで剥がしていきます。はい、このほんのちょっとだけボンドをつけて、綿目みたいですね。
泡雪のようにつけていきます。ほんのちょっとなんかついてればつきます。ほこりじゃないですよ、ほこりじゃないですからね、泡雪です。雪ですからね、雪。はい、こういう感じで少しずつつけていきます。好きなところに好きなようにつけてください。あまりこれでくっつかないようだったらつまみの方に乗り付けてからそこにかぶせていってもいいです。つけたいところにつけてあげてください。はい、今用意したのはダイソーで売ってた、グリッターの入った海苔ですね。ごめんなさい、ラインうるさくてごめんなさい。これもはい、キラキラっと好きなところにつけてあげます。絵を描くような感じでね、好きなようにアクセントをつけていってあげてください。はい、完成です。ポインセチアの鉢を上から見たような感じですね。好きなように好きな色で作ったら楽しいと思いますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。今日もご覧いただきありがとうございます。またね。